確かめないと。ハヤブサだ。通気口から入ってきた。真実を知るために生き延びるんだ。広がれ、動く者は殺せ。ここは何だ、墓か。誰かいるようだな。ああ、重武装してるね。反対側にいる感じか。厄介だね。ぐる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 動いてんだよな、さっきから。よいしょ。よし、いで戻った。その程度か。打って死なないってやばい。やっぱおかしいよね。しかもめちゃくちゃ厄介なやつ持ってるし。邪魔されるわけにはいかない。データポイントには何がある。データポイント、これぐらい。なんかよくわかんないけど、ぐるってきたね。あー、回ってきただけか、はい、これで五分五分。さあ行こう。ZDOS データ保存、再生を開始します。エリザベト・ソベック。悪い知らせは、聞いた通りファロの災禍が生物圏を滅ぼしている。生命そのものが消滅する。でもそれで終わりでしょうか。もし未来に命を紡げたら、もし種子のようなものを残して枯れた地球に新たな命を芽吹かせることができたら、これは目標、希望です。プロジェクトゼロドーン、それは超高性能の完全自動テラフォーミングシステム。それで生命を復活させるのです。それに不可欠なもの、コアには真の AI が必要。この世界の生物圏を再構成するために何兆もの決断を下すことが可能な、それは地球上の生命を再び繁栄させる不滅の守護者。その名はガイア、母なる自然の AI。 しかしガイアはコアに過ぎません。副次的な機能が不可欠になります。広範囲に及ぶ分野をそれで支えるのです。ガイアの思考の延長にあるようなもので、
それぞれの目的のために機能する。そしてこれらは AI ではありません。これらの開発には非常な困難を伴うため、未だ人類が挑んだことのない挑戦となります。ハードウェアは未来の地球に命をしっかりと芽吹かせる数十億もの種子を守ります。全ては地下施設に収められることになりますが、それはただの始まり。全システムを作らなくてもいいのです。完全自動テラフォーミングシステムの素晴らしいところは自らで作り出せることです。これからの数日間、皆さんがこれから作り上げるあらゆる機能が組み合わさっていくでしょう。どのようにソフトウェアを作って技術と設備を準備するかは時間との戦いになります。そして手遅れになる前に全てを完全に封印する。ただし重要なのはこれで終わらないということ。ヘレス将軍が話していた機能停止コードをガイアが生成し、その送信アレイ群を建設し、ファロロボットを永遠に停止させる。ガイアは作るだけではありません。生命復活に必要となるロボットを何世紀にもわたって試行できる。破壊された地球の大気や汚染された海を浄化し、冷凍保存した種子で地球を再び緑化し、生態系を再構築するのです。そして全て完了した時、世界中に散らばるゆりかご施設から新世代の人類が誕生をし、アポロを分かち合うのです。我々が残す人類の知識や文化の功績をまとめたアーカイブです。この世界、そして何より過ちを繰り返さぬため、決して不可能な夢ではない。私たちが休まず力を尽くせば、きっと達成することができます。絶滅は避けられません。でももし皆さんが私とガイアに協力してくれたら、共に未来を現実のものとしましょう。それじゃあ、地球全体が破壊された。でも復活した。そうだ、機械によってな。創造の機械だ。エリザベトがやったのか、未来のために。でもハデスは何なんだ。ガイアの一部だというなら、なぜ機械の残骸に紛れていたんだ。それにどうして私を狙う。あのアポロは、保存された知識はどうなったんだ。私も困惑している。答えはこの先かもな。で、そのガイアプログラムのやつにさ、一番下にハデスってやったんだよね。だからハデスが最終的に何かしら、その送り出すというか、決定権を持っているのかもしれないね。ハデスの話だけなぜか出てこなかったからね。アポロとかさ、途中それっぽいところはあったけど。必要になることがあるかもな。侵入者だ、やれ。お前ら、はいはいはい、フォーカスを使う。はい、OK。で、新しい弾を補充して、もうね、銃の音で何も聞こえないからね。仕方ない。で、通れないから、はい、回収。
アイコは率先してこれを使っていこうか。こんなものかな。よし、行こう。次は下だね。こいつは危険そう。あ、爆弾か。オッケーオッケー。じゃあ行こう行こう。それじゃあまたこれか。正しい組み合わせを見つけなきゃ。ねえ、ブレットの無能さにはもううんざりよ。あの人、H エミッターノードを逆に取り付けたのよ。全部逆なんだから。私は尻拭いはしないわ。直したければ彼に新しいエミッターを用意させてよね。それじゃ。あー、なるほどね。逆。で、左かな。あれ？上。あー、これ俺が持つの逆か。あら、上右下左上でしょ。あ、一つ足りないってことか。単純に試しに。ああ、はいはい。全部逆だったらこれ反転だよな。よし、近くの扉を調べよう。で、ないんだよね。あ、これパーツを。ないもんね。ついてる。あの上行けば。いや、見えない見えない。上にどうにかしていかないといけないね。どうやって上に？これ引っかかれないもんね。とりあえずこれ開けるか。あ、これでいけるね。見つけた。使えそうだ。で、セットして。うまくいきそうだ。
じゃあ扉を開けるか。上、でこれが右、でした。左。あら、そういうことではない。逆とはどういう意味だ。ああ、そういうこと。はいはい。で、これが上。これで合ってるよね。これでよし。これで、OK、電気が通ったはず。奥に何があるか見てみるぞ。さあ、行こう行こう。やっとやっと。エクリプス、来たか。接触は避けろ。問題なさそうだ。ガイア、あそこだな。2階だ。行けるか。やるしかなさそうだな。さあ、入った。そして持ってきた銃が落とされた。ダメ。あー、強化ガラスか。他にやることないのか。止まった曲。はい。はい、今のが最後か。電池ロックに欠陥発見。繰り返す。まだいる。あれ、出てきた。まさか出てくると思わなかった。今ので当たり判定じゃないって。ダメでしょ。今の当たり判定じゃないの。
ラー角がここ。そういうことね、俺が当てれないっていうわけじゃなくて、当たり判定が全くない時があるんだ。ああ、そういうことか。ガイアを探すんだ。いやー、やっと当たらねーって言ってたのがよくわかったわ。ああ。さ、まだ戦いそうだから武器は持っていこう。どうも、マーゴシェンです。これはヘファイストス。名前でわかる通り、この副次機能はどんどんロボットを作るためのもので、ガイアが使用します。彼女の作業部屋、まあそれだけじゃないけど、そうね、ロボットエンジニアはここにいる3分の1だけだって気づいてる。その他はマシンコグニションとかバーチャルヒューリスティックの専門家ね。だって私たちがロボットのデザインや製造をするわけじゃないから。最悪なのは21世紀のダサい仕様でガイアに負担をかけないこと。時間の無駄。目的はガイアがロボットを作れるようにすること。ただ作るだけじゃなく、ゼロから創造する。様々な目的に対して必要だと思うロボットをすぐにデザインして製造できる。ガイアの意思でね。だからヘファイストスは工場とは違う。どっちかっていうと金槌を職人みたいに使えるようになるところ。知識ってこと。エンコードされたソフトウェア、バーチャルの想像が現実になる。ガイアはもう学習してる。シミュレーションではフラクタルな組み立てや動物形態学で面白いことをしてるの。今のデザインじゃ到底リーム賞なんか狙えないけど、最初は誰でも初心者だから。さあほら始めましょうか。聞くわよ。わからない。どこがない。ところどころ技術的だが、この形は見たことがある。機械路で。まあそうだな。ガイアの機械誕生の地だ。じゃあもっと奥行こうか。まあ本格的にガイアを動かしてたのには間違いなさそうだけど、さすがにもう出てこないかな。エリザベト・ソベックの部屋。でも封鎖さ、エクリプスだ。気をつけろ。やっぱいいのか。うそー壁、今明らかに貫通したような気がしたんだけど、今のでも2本無駄遣いだね。見つけてこの惨めな場所から退散しよう。まあ一方的にできるなと思ったけど、そんなことはなかったね。ソベックの部屋に入る方法、これは関係なし。アポロへようこそ。蓄積された人類の集合記憶、そして次世代に紡がれる知識の源です。私はサミナ・エバジ。最近までニューテヘランにある国際集合記憶機関の理事長だったものです。遺産の専門家として、私がライフワークにしてきたのは人類の知識と創造的努力、文化的功績の保存です。したが
のでアポロは私の情熱を最大限に具現化したものです。とはいえ今はこの上なく具体的な状況下ですが、立ちはだかっている壁は巨大です。具体的には4つの主な戦略をデザインし、これらを同時に実行しなければなりません。第1に、ゆりかご施設のデータ保存庫を世界中に建設し、しっかりバックアップを確保すること。第2に、推定1億全てが消えただと。古代の偉大な贈り物が。偉大だと、今私たちが生きている事実よりも。ラーロイ、無知でいることは罪深いことだ。お前も肝に銘じておけ。冗談通じねえんだよな。そんなコミュニケーション取れないタイプだよね。さ、司令とレベル上げて、で、さよなら。あとそっちに、めんどくさいのがいるね。きっと役に立つ。よし、また一人ぼっち。不思議の洞窟に一人ぼっちか。何を言いたい。一人のあれか、アリスに例えたの今わざと。いらね。で入ったはいいが、ちょっと待ってね。このマークはちょっと邪魔ね。こっち入って。ハデス、ようこそ。ゼロドーンの絶滅防止プロトコルだ。究極のキラーアプリ。はあ。ひとまず聞けよ。ガイアの目的は生命の復活だ。はいはい。じゃあなんでガイアに生命を一掃する目的の副次機能をつけるんだってか。なんだそれって。マジでクレイジーだろ。でも、そう。でもない、生物圏を再構成だ。難しいね。天才ガイアならできるかも。でも初めからパーフェクトには無理だ。いいか、考えてみろ。200年後の新しい生物圏がめちゃくちゃになっちまってたら、アルカルチは急上昇、森だってクソでかい嵐で腐り切って、ノアだって溺れ死ぬ。カオスさ、ぐらつきまくるコマみたいなもんだ。じゃあどうするか。第一段階の有機物をそんなとこに放すか、メタンと CO2 が奇跡のバランスを保つだろうって。なわけねえ。どうするかっていうと、ガイアは一度退場してハーデスにその大切に育ててきた自然を引き継いで後始末をさせるんだ。出来損ないの地球と生物圏を燃やし尽くせば、一からガイアがやり直せる。燃やすじゃなかったかな。テラフォーミングを逆転してもう一度殺す。ま、理解できんだろ。ハーデスは生物圏をゼロの状態に戻す。スタートライン、まっさらな状態。そんでそこでようやく主導権をガイアに戻してこう言うんだ。もう一度だお兄ちゃん、今度はうまくやれよ。じゃなきゃまた一からやり直しだ。それがハーデスだ。考えてみるとヤバいやつだろ。絶滅のリクエストで死をお届けってな。もちろんこれは大義のため。でもロックって感じ。さあハーデスへようこそ。ここは
虚空の闇。なるほど。じゃあこれがハデスの元の目的なら、なぜ私を狙うんだ。情報が足りない。それになぜファロタイタンの残骸でまるで神のようにエクリプスから崇められてる。私も今知ったばかりだ。調べてみろ。じゃあろくでもない人間が増えたっていうところかなっていうのと、は機械の方が優秀って捉えて進めないようだ。無駄な人間を抹消するっていうところなのかな。自然圏を壊してるって感じではないもんね。エレウシスへようこそ。ガイアの副次機能の中でエレウシスこそが王である。このエレウシスによって人類は存続し続けることができるのだ。パトリック・ブロシャード・クライン、このプログラムを管理するアルファだ。まずはじめに一つはっきりさせておきたいことがある。このエレウシスは遺伝子工学プロジェクトではないのだ。目的はヒトゲノムの保存であり改変ではない。人類の遺伝的多様性のスナップショットで文字通り時間を止める。もう十分ある。遺伝的本質に手は一切加えない。私の監督下、以下の合意に則った形で活動を行う。2034年のクローン条項と2048年のラレイ協定だ。今の状況を考えると、これを不思議に思ったり些細なことと感じたりするかもしれない。だが協定の調停者の一人として、これは決して些細な問題ではないのだ。目の前の現実的な問題として、その規模と複雑さに圧倒されるだろうが、克服できるだろう。そう、世界との照合、受精卵の暫定的保管、外生技術の確立、そして養育する助手の設計と確立、そしてさらに生まれてまだ間もない乳児が発達する際の教育だ。これら全てのプログラム要素を並行して進めなければならないと同時に、世界各地のゆりかご施設を建設することが何より急務となっていることは言うまでもないだろう。では、準備はいいか。ゆりかごね。エリザベトは新世代の人間がその中で生まれ続けると言っていた。そうだな。母なる山はその一つか。確かめる方法は一つのみ。ハッチが開かないんだ。そうだ、確かアルファレジストリが汚れてる。エリザベトの部屋を調べる。じゃあ人は減ってるけど、それによってどんどん作り出されてるってこと？既存と新規が。何かを支えていたのか。霊用化の検体を参考にするべきでしょう。しかし過重能力ならヤギ化の検体が優れています。さすがね。プライムへ移送中よ。それと最終設置中はしばらく意識を失うことになるわ。エリザベト、プロトコル外でお話ししても。新しい場所で再起動したら副次機能をオンラインにして状況を確認する。エリザベト、苦痛を検知、平気ですか？平気よ。外的要因で想定より早く稼働せざるを得ないようですが、全サブシステムは運用可能です。きっとうまくいくでしょう。でも、もし外にはもう何もない、環境スーツがなければ一瞬で生命は失われてしまう。何十億人も死んだ恐怖と苦痛の中で、もしも全て無駄だったら。エリザベト、絶滅は避けられない。でもあなたが命を未来に紡いだ。信じてるの？あなたを信じています。あなたの可能。切れちゃった。エリザベトって名前か。ああそうか、相性か。で
こじ開けよう。